バドミントンの4つの要素である心、技、体、戦術の中でダブルスは戦術が最も重点が置かれるものです。ダブルスというのは2人で行いますので、考え方によっては最も小さい単位のチームスポーツです。ですので戦術を重点的に練習を行うべきだと思っております。ダブルスもサービスから始まり、さまざまなやり取りを経てラリーが行われますが、ワンショットワンショットの積み重ねで一つのラリーができ、そしてそのラリーが複数集まりゲームになり、ゲームが2つ取ることによってマッチになるわけですが、私どもはその中でラリーに注目しております。ダブルスのラリーを構造的に考えてみましょう。ダブルスのラリーはサーブから始まり、やり取りがあり、最後に相手のコートにシャトルが落ちるという、そういう局面までたどりますが、その横軸としてある結合軸を作ります。その結合軸はサーブから数本の相手とのやり取りをするイントロダクションの部分、そして相手と激しい打ち合いをするボディ本論の部分、そして最後に何らかの理由でバランスを崩したりネット付近に跳ね上がり、それでラリーが終結するというコンクルージョン、あるいはエンディングフィニッシュの部分ですね。その3つの部分に分かれていると考えております。この3つの部分はラリーによっては時にはイントロダクションがとても長くなり、あるいはイントロダクションだけで終わってしまう場合もあります。またボディの部分がとても長くなったり、さらにイントロダクションのようなやり取りがボディの間に入る場合もあります。またコンクルージョンのように見えてまだそこからラリーが生き返る場合もあります。ですがラリーの構造は先ほど言ったようにイントロダクション、ボディ、コンクルージョンと分けて考えるべきだと思っております。そしてその横軸に対してそのラリーの縦軸にですね、選択軸というのを設けて考えています。つまりサーブ、それはショートサービスなのかロングサービスなのか、ストレートなのかクロスなのか、スマッシュなのかカットなのか、ロビングなのかドライブなのかという、そういう選択を経ながらラリーは先ほど言った結合軸のようにイントロダクションからボディ、ボディからコンクルージョンへと向かってきます。練習ではダブルスの練習では基本技術、つまり部品作りの段階ではイントロダクション、そしてボディ、それからエンディングの部分と分けて練習した方がいいと思います。イントロダクションではサービス、そしてサービスレシーブ、プッシュ、ドライブなど、そしてボディの部分ではそれにリターン、スマッシュなどを加えていくわけですが、ジュニアの段階で最も最初に行うものはエンディングのスマッシュ、ネット付近から叩くという技術、部品だと思っております。